働きやすい会社から働きやすい社会へ。はいどうも、社会保険労務士の大月です。本日もゲストに富田先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。はいどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日のテーマは2021社会保険労務士試験白書編パート3、超重要就労条件総合調査のポイント3点ということで、はい、超重要とついてる付けさせていただきました。この就労条件総合調査、まあ、白書編のパート1でも申し上げたようにですね、なんせ複数回出てる、これだけがえらいよく出てるっていうデータなんですね。これだけは必ずまあ皆さん押さえておいてほしいというデータでして、その中からですね、今回注目テーマとしてこの3つを知っておいてほしいなっていうのを厳選して持ってきましたんで。なるほど、まあ、最低でもじゃあその3つはやっておこうと、はい、あのイメージを持っておいてほしいなというところです、ね、いうことですか、はい、なるほど。じゃあ早速、はい、1点目からお伺いしましょうか、はい。1つ目はですね、年休、年次有給休暇なんです。ああ、有給ですか。はい、あのまあ、年休自体は別に新しいものでも何でもないんですが、はい、実はですね、取得日数とか取得率が過去最多とかいうのがデータとして出てきたんですよ。取得日数っていうのは、まあ、いわゆる勤続年数に応じて、そうです、付与される日数が全体でってことなんですかね。はい、まあ、令和元年のデータなんですけれども、付与日数自体は労働者1人平均18日だったんですね。それはまあ変わらなかったんです、はい、その中で取得日数がですね、10日を超えまして、まあ、10.1 日とかいうデータがあるんだけど、10日ぐらいになったっていうのは過去実は最多なんですね。どういうことですかね。あの勤続年数が長い人が多くなったってことですか。働き方改革で有給を、まあ、取らせなきゃいけないと、それが会社側の義務になった、はい、のが影響してるんじゃないかと思う。取得日数だからね。とにかくその皆さん取りなさいと言うんで、総務が一生懸命その総務部長が回って取らせたりとかいう話聞きますからね、うんうん、まあ5日最低取らせろっていうのが始まって、はい、まあ取りやすくなったんですかね。はい、あの雰囲気、会社の中の雰囲気が全然違ったって話も聞きますし、まあ、取得日数はそうなんですけど、はい、付与日数も増えてる。付与日数は変わってない。あ、付与日数は覚えてない。付与日数とかはあの大体平均で18日とか、これはもう大体、あ、なるほど。付与日数の18日は変わらないんだけど、その18日のうちの取得日数が最多になった。そうなんです。でそれを受けて、うん、あの取得率もだから過去最高になってる。あ、そっかそっか、はい、日数と率ですね。はい、そうです、日数と率です。あ、なるほどなるほどなるほど。率がまあ 56% ぐらいになったんですけど、うん、これもだから今までは大体 50% 下回って 40%、まあ、45% ぐらいっていうイメージだったものがですね、うん、一気にぐんとこう跳ね上がったような感じ。まあ日本にしては頑張った感じですね。あ、そうなんですね、うん。これやっぱりだから、まあ、法律のそのいつかは取らせなきゃいけないっていう義務化、うん、はやっぱり生きてるのかなと。まあ、世界的にはまだまだ低いと思うんですけど。そうですね、世界的にはまだまだって感じかもしれないですけどね。ここには数字としてそのトピックス的な数字になってるんで、うんうん、あのこれは意識しておきたいなということですね。まあそうですね、働き方改革ということでやったことの成果だが、これはどうだ見てみろって、これは言いたい場所だったり、私が試験委員だったらまたなんとなく出したいなみたいな感じがするところなんですね、うんうん。なるほど、この1点目が、まあ、有給の、取得日数と取得率が最多になった。はい、そうです。まあ、簡単に言うと過去で1番よというイメージをまず持っておいてほしい。うん、はい、もう長年で1番ですね。そうです。長年で1番と思っていいです。うん、あの昭和59年以降なんですけど。うん、なるほど。はい、まあ、これ出したくなります。ですね。うん、では2点目は、はい、いかがでしょうか。2点目もですね、やっぱり働き方改革関連なんです。データの中にですね、勤務間インターバル制度に関係するデータを取るところと、諸手当について賃金のデータを取るところがありまして、はいはいはい、まあその勤務間インターバル制度についてはやっぱり働き方改革の一つ、うん、手当に関しては同一労働同一賃金の一つに関係する一つということになるので、うん、関係するデータとしてイメージ意識しておきたいなと思います。なるほど。なんか勤務間インターバルは久しぶりに聞いた感じなんですけど、正直今回データとしてはですね、ここ何年かずっと取ってるんですけど、はい、データとしてはパッとしてないんです。あ、そうですよね。あの どうというデータではないんですよ。導入も実は企業の方あんまり進んでませんでね、うん、必要ないよっていう企業が実は多かったりだと思うんですが、うん、大雑把には当日の勤務が11時間以上空いてるところが全員空いてますよみたいなところが3割以上あったりとか、いちいちこう制度として導入しなくてもいいんだみたいな。そうですね、まあ割と普通の会社だと大体そうだったりしますね。実は導入してる割合が 4% ちょっと、はいはいはい、まあ導入予定はないよ、検討もしてないよっていうところが実は8割弱あったりとか、うん、でそのイメージを持っておいてほしい、うん、データとしては実はパッとしないんですが、まあ導入はあんまり進んでないですよというイメージを持っておいてほしいな、うん、結構助成金かなんかやってましたよね、補助金が。あの久しぶりに聞きました。はい、で初手当の方は、はい、これはどういうふうに押さえておけばいいんですか。はい、あの初手当の方もですね、はい、そのとんでもなくその突出したデータがあるわけじゃないんです。
あの、まあ、先ほど申し上げた年給みたいに過去一番最高ですみたいなものがあるわけじゃないんですね。ああ、でもやっぱり働き方改革関連のものとしてやっぱり知っておいてほしいなという意味でピックアップさせてもらったんですね。諸、うん、手当支給したものについてやっぱり通勤手当が一番多いよとか、で、まあ、その後役付き手当とか家族手当とかがこう続くんですけど、やっぱり一番多いものは通勤手当だよ。でそれが9割超えてたりとかするんで、うん、っていうイメージ。じゃあ通勤手当だけ覚えておけですか。まあ極端に言うとそうですね。これなんで申し上げたかというと、まあ、今さっき申し上げたようにその同一労働同一賃金、うん、絡みで同一労働同一賃金の問題の中でポロッと出していくんじゃないですか。うん、確かに通勤手当っていうのは割とあのフォーカスされてますよね、はい、一番こう差をつけちゃいけないところだし、うんうん、差がついてたら明らかにそのおかしいっていうふうに判断できますしね。いわゆるあの派遣労働者の皆さんも、はい、その通勤手当っていうのが出始めたんですか。はい、あのなんせ普通に考えて今まで出てなかった方がやっぱりおかしいんですよね。あの働くのにその通勤するんだから、正社員だって派遣の人だって普通に通勤するんだから、うん、同じ額は上げとかなきゃそれはおかしいんですよ、うん、っていうようなところが、まあ、今回法律が出てきてだいぶ良くなってきてるんで、うん、そのあたりに絡んで問題にしていくんじゃないかと。なるほど。で、まあ、全話元に戻すと、その諸手当っていう項目がその就労条件総合調査の中にあるんで、うんうん、そこを意識してほしいなと思います。なるほど。まあ、これも言ってみればその同一同一を入れた成果を見てくれみたいな。あ、そうです。まあ、そういうところですよね、はい、あのそれ関連で一問構成って私だったらしたいんですよ、うん、またその中にデータとして入れておきたい。なるほど。あの通勤手当は一番、そうそう、まあ、9割超えてます。9割超えてるとか、快適そうな気しますよね考えすぎちゃうと間違えそうですね。なんか最近在宅だから通勤手当なくなってるしなとかって思うと失敗するかもしれないですね。これそうなんです。あのやっぱりこの辺りで見ておきたいなと思って、うん、ぜひあの気をつけて、はい、いただいて通勤手当が一番と。はい、そうですね。ということで、はい、はい、じゃあ2点目はその勤務間インターバルとその諸手当について押さえておく、はい、そしてじゃあ3点目は、はい、まあ、3点目はね、これも正直当たるも発見、当たらも発見っていう点なところあるんですが、変形労働時間制とみなし労働時間制です。あ、これもデータとして就労条件総合調査の中で、まあ、そのずっとこうデータとしては取ってるんですよ、はいはいはい、で、これもやっぱり働き方改革で、うん、特にあの今回このコロナのことがあって、はいはい、在宅勤務多くなってきたこともあってですね、特にみなし労働時間制なんですが導入を考え始めるんじゃないか。まだちょっと要件が、ね、厳しいなっていうところがあって、うん、やっぱり導入しちゃった方が楽だよねっていう、労務管理が楽になるよねっていうところは多分にあると思うので、うん、あのこれから先注目が上がっていくんじゃないかと。なるほど。具体的にはどういう抑え方になるんですか。まず変形労働時間制とかについては、まあ、種類別に出てきて、はいはい、で1年単位が一番多いよとか1ヶ月フレックスの順に並んでるよとか、いう順位を抑えるパターン。データの見方編で出てきた。データの見方編で出てきた。順位ってことですね。はい、そうです。はい、で、みなし労働時間制とかも同じです。うん、あの事業場外、専門業務型、企画業務型、うんうん、まあ、実は順番もその順番なんですけど、うんうん、で、並んでるよとか、うん、それを抑えておきます。なるほど、なるほど。1位も抑えておける。あ、そうです。あとは、まあ、大雑把な数字のイメージを持っておいていいんですけどね、それよりも、うん、あの出すとしたら順位外じゃないかなと思います。なるほど。まあ、1位とあと何パーぐらいとかってのは、大雑把には本当は持っておきたいなと思います。1年単位でざっと3割とか、3分の1ぐらいなんですけどね。それから事業場外みなし労働時間制が一番多くて 10% ちょっとみたいな、うん、ぐらいのイメージはまあ持っておいておくといいかなと。そうですよね。まあ、その辺であの8割とか出てきたときに、あ、俺はおかしいなと思わないといけないですよね。もしそのパターンで出たらそうです。可能性が高いのは順位かなと思うんだけど、うん、もしかして数字をガラッと変えるパターンもありなので、うん、まあ、いずれにしてもちょっと少なめって覚えておけば、そうですね、まあいいですよね。あの正直そんなにとんでもなく普及してるわけじゃない、うん、割合低めで、あとは順位だけ抑えるような、はい、まあ、こんな感じがいいかもしれないですね。そうですね。あ、でも当たるも発揮、当たるも発揮なんですが、もう先生は結構これ自信が感じて、毎年毎年試験の傾向を見たら地形人の人たちがちゃんとその時事とかを見て流れで出してくるっていうパターンの方が多いですから、うん、時々変なもんでもあるけど、あ、なるほど。でもほとんどの場合にはちゃんとその時の流れとかを考えてですね、うんうん、それを何らかの関係するものとかを出してくるのが多い、うん、やっぱり多いですから、それはちゃんと社労士が関係してますからね。そういった目で見て、その今の時流でなんだっていう目で見ていいと思うんですね、うん、そうすると今申し上げたような3つの分野が出てくるかなと思います。まあ、それはそうっすよね。なんか社労士が作ってるんで、まあ、分かる人には分かるんですよ、誰が作ってるか、まあ、まあそうですね。あれ、なんか全然あの話脱線するんですけど、あの
試験員やってた人ってもう終えたら行ってもいいんですかね。終えたらオフレコがいいんじゃないですかね、うん、あの頃俺やってたんだぜ、で あの時こうだったんだぜみたいな、その時になんかとんでもない変なことしてたらお前のせいかみたいに言われたくないから、やっぱそういう辞理をちゃんと読んで、いやいいのせいかあのとんでもない問題出すのは実は社労士じゃなかったりもしたりもする。ああそういうことですね、まあなんとなく問題を作るってことに専念をするから、まあ、誰がどれを作ってるか、まあ、分かんない、こんな話してもしょうがないんですけど、まあそうですね、あの大学の先生とかもいらっしゃるのでまたあれですからね、うんうん、まあ、あのとはいえ割とほとんどの方はそういう経済の状況とかを踏まえて、あとは世の中の流れを踏まえて問題を作ってくる傾向が高いので、まあ、それに合わせてやっといて、まあ損はないと、いうことがよろしいかなと、よろしいですかね、はい、と思います。で、はい、そうすると今回申し上げた3つの分野はちょっと見といてほしいなと、はい、はい、おさらいをすると、まあ、就労条件総合調査の中で、まあ、特にこのもの自体は重要なんですが、その中でもさらに3点ということで、1点目は年次有給休暇、これが、取得率で取得日数が過去最多になっている、そうです、もう過去最多の、はい、これが重要、はい、そして、2点目が勤務間インターバル、そして諸手当というところで、勤務間インターバルは、まあ、ほとんど流行ってないです、まあ、導入率をね、大雑把にこうイメージしてるし、まあ低い、相当低い、そして諸手当の方は、通勤手当を、まあ、支払われている率がダントツ1位、ダントツでもないですから、いや、ダントツ、ダントツなんです、近い、まあ、ダントツまではちょっと言い過ぎか、うん、でも通勤手当が一番多いよと。一番多い、ということを、まあ、抑えていただく。そして3点目は、まあ、変形労働時間制、みなし労働時間制っていうところが、まあ、そうそう見直されるんじゃないかということで、まあ、ここに関しては、まあ、導入率自体はそんなには高くはないんだけど、ただあのその中でも導入され一番導入されている、のをそれぞれ押さえておく、まあ、1年変形と事業場外のみなし労働時間制、がまあ一番だっていうのをぜひ押さえておいていただきたいと、はい、いうことで、まあ、白書この1から3までやってきましたが、まあ、これを投資で押さえていただくと 85% は、はい、まあ、カバーできるということで、カバーできるんで、はい、ここを今申し上げたパート1からパート3まで押さえれば、うん、基本対応策は OK ですから、うん、まあ、この3つで押さえ方をちょっと覚えていただいて、あとまあ具体的にはこの受かる社労士の白書講座とかありますからね、白書データとかも載っけますし、まあ、そういうところをちょっと参考に、まあ、ちょっと付け合わせながらぜひ、白書を攻略していていただきたいと思います。ということで、この動画では働く人、これから働く人、経営者、人事労務担当者、そして社会保険労務士を目指している方にとってお役に立つ情報を発信してまいります。興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また励みになりますので高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。